はい、皆さんこんにちは。サカキャッチでございます。もうすぐ4時ですね。5月は16日の木曜日でございます。今日はこの後ね、お出かけすることになりました。あと45分ぐらいでしょうかね。ここにいるのはあと2本か3本ですね。行きましょうですね。著作オンラインに、これは昨日出た、昨日の20時5分に出ていた記事で、なかなかですね、なんとかユーモラスな感じですけども、韓国国税庁が高額滞納者641人摘発、奇抜な方法で現金を隠匿というですね、最近強制執行に着手というサブタイトルが出てますけど、ちょっと読みますとこんな感じですね。韓国国税庁が14日知能的手段で税務当局の監視網を逃れてきた高額納税者641人に対する強制執行に最近着手したことを明らかにした。このうち数十件は相続放棄を偽装したケースだ。例えば2億ウォン台の譲渡所得税を滞納したある40代の女性は、亡くなった母親がソウル市内に数十億ウォン、各10億ウォンイコール1億1000万円台のマンションを残したが、妹が一人でこれを相続するようにした、自分の相続分を税務当局に差し押さえられないようにするためだ。代わりに妹は女性の夫に姉の相続分に相当する現金を用意してやった。財産を隠した滞納者などは3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金などの刑事罰を受けることがある。あのね、お隣さんって法定刑は大体日本と同じなんですね。あのスタート時点が日本の刑法民法なんですね。でそこから改正するんですけども、日本が改正すると僕も改正するんですね。だからよく似てるんですよ。まあ彼らは決してそれを認めませんけどね。なんで相続税もきっちりあるんですよ。このところ高額滞納者らは登記簿謄本などで確認が難しい美術品、金の延べ棒などで財産隠しをする傾向がある。と韓国国税庁は伝えた。学校売却の対価として数百億ウォンを受け取った元学校理事長は、総合所得税数十億ウォンを納付せず、国税庁に尻尾をつかまれた。娘名義で借りた家に隠れ住んでいた元理事長宅からは、ブランドバッグや美術品、貴金属など3億ウォン相当の財産が発見された。まあ結構ですね、せこいですね。美術品を委託業者に預けて、収益金を受け取る美術品委託レンタル、そんな方法があるんですね。歌謡などの著作権を買って音源収益金を受け取る音源収益証券なども財産を隠す新手の手法として浮上していると韓国国税庁は伝えた。また韓国国税庁は差し押さえた暗号資産を直接売却して滞納額を国庫に回収するケースが初めて登場したとも明らかにしたと。まあですね、お隣さんでもあの手この手でですね、お金持ちたちはですね、資産を隠してるわけですね。はっはっはって書いて、あの相続税っていうのはね、これは実はある国とない国があるんですよ。でシンガポールなんかほとんどないらしいんですね。だから日本の金持ちはですね、お金を持ってシンガポールに移住したりするんですよ。そうするとですね、自分が死んだ時に子供に無税でそれをこう引き渡せるわけですね。昔商社金融の最大手竹富士の一家がそれをやってなんか問題になってましたね。で結局裁判に勝ったんちゃいましたかね、あの一家は。それが合法ということになったわけですけども、あの相続税というね、税金自体ね、おかしいんですよ。なぜかというとね、一生懸命ですね、税金払いながら皆さん資産を作るわけでしょ。その作った資産にを相続するときまた税金かけるわけでしょ。これ二重課税ですよ、はっきり言うて。要は金儲けすんなと言うてるのと同じような理屈なわけですね。
金儲けしたらその分お前らとんどという理屈なわけですよ、おかしいやんこれと。だから日本ではですね、金持ちは三代続かんと言います、であの手この手でですねみんなですね、相続税を逃れようとします、簡単なやり方としてはタワマン購入というのがあったんですね、タワマンを購入すると、例えば1億円で購入すると相続税評価額は3000万やったんですよ。ちょっと前、もっと前ですね、5年以上前、2018年以前はですね、それが2000万だったんですよ。大まかにですよ、大まかに言うと。だから金持ちはみんなタワマン買ったわけですよ。だからタワマン売れるんですよ。だから変な売れ方してるんですね、投資のタワマンっていうのは。地方の金持ちがですね、別に自分が住むわけでもですね、時々使うわけでもなくタワマンを買ってるわけですよ。で、貸したりするとですね、めんどくさいでしょ。だからそのまま置いとくとかね、そういう買われ方をしてきたのがですね、去年やったかな。もうそれはある程度ですね、時価に即して評価するというふうに国税庁が方針を変えました。だから、1億円のマンションは6000万程度には評価するぞという話なんですね、今は、今はね、それでも1億は6000万になるんやからタワマンの方がええやんというふうになりますね。ただ最近タワマンはですね、保有コストというのが高くなっていきました。どうでしょうね、昔はですね 2% 以下だったんですね、保有コストというのが。例えば1億円のマンションを買ったらですね、年に200万もう払わなかったんですよ。200万15で1月10何万でしょ、16万ぐらいですか、ぐらいしかですね保有コストがなかったんですけど、今そのね 2% という上限を超えてきてるんですよね。だからこう利子を払ってるような感覚になりますね、なんでちょっと苦しいかなという昔は 1% 以下もあったんですよ、保有コストが。でも最近は軒並み値上がりをしていましてですね、 2% を超えてきたかなという感じになります。それとちょっと無視できないんですよね、昔投資信託の定数料 2% とかでしたね、高いなと思いながら皆さん払っていたと思うんですけど、あれは下がっていきましたけど、タワマンの場合は保有コストは今後上がる傾向になります。でですね、1億円で買ったマンションがですね、相続が発生した時に1億円以上になってればそれは問題ないわけですよ。やったーってなるわけですよ。でそれは今までこの11年間かな、ひたすら上がり続けたんでですね、1億で買ったのが下手したら3億になってるわけですね。でやったーみたいになってるわけですけども、じゃあ今3億で買ったという人がですね、5年先10年先にそのマンションを3億かっていうと、これはちょっと心もとないんですね、実は。そもそも上がりすぎてるんでですね、この3億で買ったマンションがですね、5年先に相続が発生した時に3億の価値があるんかということですね。下手したら2億になってるかもわからないですね。2億になってると相続税評価額とほぼ一緒やんということになりますね。で相続税評価額ってのは常に1年ぐらいは1年以上は遅れます。だから3億で買ったものをですね、2億で評価されてですね、実際はの取引価格も2億と、今売ったら2億という場合もあるわけですよ。まあ、そうしたらあんまりですね、相続税対策にはならなかったということになりますね。まあ日本の場合はそうなんですけど、昔っていうか何年か前にですね、ビルオーナー、こう先祖伝来というか3代か4代前からですね、日本のこう中心の町でビルを5棟も6棟も持ってるようなオーナーさんがいましてですね、そこはどうしてるかというと完全法人にしてるんですよ。法人の保有にして一族はその法人の株を持つというものをしてるわけですね。これやった方は圧倒的にですね、楽ですよ。法人に、こう、法人の評価になるわけですね。株の評価になるわけです。そうすると、その法人の経営状態がですね、その関わってくるわけであって、その法人の経営状態をむちゃくちゃにしとくわけですよ。むちゃくちゃって変な話。法人をいっぱい作って、貸し借り環境をいっぱい作るんですよ。そうするとですね、その法人は資産を持ってるけどもですね、借り入れ金もいっぱい多いということになると、その株が高く評価されないわけであって、でそうするとうまく相続できたりします。それは非常にややこしい技術なんですね。私は詳しくで知りませんし、そんなんはそういうのを専門のですね、税理士の先生に聞いてください。はい。まあ、ということでございまして、日本でも韓国でもですね、子供に財産残すのにですね、皆さん苦労していると、まあ、そういうお話でございました。
はい、これは著存ラインの今読みましたですね、ページを貼っておきますので、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。